はい、こんにちは。これを見てくれ。全部 GOD だ。見よ、この凄まじい輝きを。はい、こんにちは、モーキードラベチャンネルです。というわけで今回は、GOD 確定オリパ500円を買ってきました。500円だからね。GOD が確定したオリパ500円です。もうすでに、もう利益がもうちょっと見えてきてるんですけど、GOD が確定しています。では、これから行きましょう。GOD が確定しているオリパ、GOD だけじゃないです。裏にちょっとなんか、何枚か入ってますけど。はい。GOD。GOD は、僕が結構使ってる、デッキの一つで、GOD デッキは。まず進化でコスト9の、光のコスト9のクリーチャー1個の上なんだけど、侵略で光コスト9の進化クリーチャーの上に、まあ、ね、マナ使わずに出せると。トリプルブレイカーで、このクリーチャーがバトルゾーンにいたとき、光のコスト9のクリーチャーを9体まで自分の手札から、またはバナゾーンからバトルゾーンに出してよいということで、9マナのやつを出しまくれるっていうね、81マナの、まあ、カットできますね。はい。で、これが、お、マウリエル。あ、9マナでこれ揃えてるのかな？これも、こいつ出して、で、この後にこう出したりできますね。究極、この、極ってついてるやつがだいたい、9マナですね。はい。あ、8極ハリルヤ。8極、1から9まであるんですけどね。8極のハリルヤ。これはね、相手のクリーチャーがアタックするとき、自分のシールドを1つ手札に加えたら、そのクリーチャーをアンタップするということで、まあ、ね、まあちょっとガードにはなるかなって。ブロッカーとダブルブレーカーがいいね。で、こいつやった後に、まあ進化したり、まあこいつやった後に進化クリーチャーを置いて、そこから侵略したりできますね、GOD。はい、もうかなりいいやつが来ております。で、こちら、シークレットですね。これはシークレットの、このミニバージョンのさらに金のやつですね。このぷよぷよ版のさらに金の、つむつむ版、ぷよぷよ版。では行きます。GOD の、二枚目。お、デュエンジェル。デュエンジェルはね、普通ですね。もう全部9マナで揃ってるのかな。シールが2つ以下なら光以外の呪文を唱えられないということで。で、チュートピア。超究極チュートピア。これはすごいいいと思います。侵略で、光のコスト9のコマンドですね。で、それでトリプルブレイカーで、誰も手札からしかクリーチャーをバトルゾーンに出せない。自分のクリーチャーがバトルゾーンを離れるとき、仮に光コスト9の手札を1枚捨てていいということで、中極極チュートピアを乗せて、こう GOD をやるということもできるという、そういう話です。では、どんどん行きましょう。ラスト行きます。では行きましょう。せーの、ペレン。GOD からの、モモタルスですね。超究極モモタルス。これは攻撃の終わりに自分のヤフーから1枚目を置いて、それがコスト9のクリーチャーならバトルゾーンに出してもいいという。9マナをとにかく出しまくる系の、クリーチャーです。GOD が、2枚入ってるという、そういう流れでしたね。はい、すごかったです。やばかったですね、こちらは。はい、というわけで今回出たのは、こちら。GOD4 枚、マウリエル、ハリルヤ、ドエンジェル、チュートピア、モータルスということで、ここからまず GOD デッキを強くしていきたいと思います。では、せーの、グッドバイ。